東京タンメン隣監修進撃の巨人じゃなかった、進撃タンメン。生姜が効いた辛味噌がうま辛い。アレルギーはこんな感じ。蓋を開けると粉末スープで麺が見えない。それではかなり出遅れてしまいましたが、2017年6月13日にローソンで発売された東京タンメン隣監修の進撃タンメンを食べてみたいと思います。最近スーパーに行くとどうしてもね、カップ麺に目がいっちゃって珍しいのを見ると買ってきちゃうんですよ。で、相当もう溜まっちゃってるんですけれどもね、あ、いい香りですよ。で、東京タンメン隣っていうのは東京中心に、展開するラーメン屋さんで、東京駅にラーメンストリートっていうのもあるそうですよ。東京に行ったらぜひ食べてみたいと思います。中本のように激辛をしているラーメン屋さんじゃなくて、野菜たっぷりのタンメンを推してるそうですけれども、これは結構激辛にできてるらしいんですけれども、どうでしょう。では実食。私結構辛いもの得意なんですけれども、さあどうなんでしょう。いただきます。うん、フライ麺なんですけれども、太麺だからでしょうか、もちもち感があってしっかりしてますね。美味しいですよ。麺もすごく美味しい。うん、これもすすらないようにして食べた方がいいみたいですね。うまい。ついすすってしまいました。気をつけましょう。でも思ったほどむちゃくちゃ辛いって、いや辛いわ、汗がきました。でも思ったほどそんなに辛くはない。辛党にはたまんないやつですね。私95キロあるんですけれども、なんかね、YouTuber さんの中では痩せて見えるアプリで撮ってる方もいらっしゃって、僕もそれで撮ってみようかなと思うんですけれども、多分ここに置いてあるラーメンも歪んでくるんでしょうね。はい、不自然なのでやめましょう。いただきます。これもニラがすごくいい仕事してますね。野菜を自分で炒めてたっぷりこう入れていくと美味しいかもしれない。チーズを入れるともっと美味しいかもしれないですね。スープうまい。なかなかやるなって感じです。スープがかなりうまいんで、もったいないんでちょっとやっちゃいます。ほんのちょっと、もうすでに汗びっしょりなんですけれども、辛いものを食べる時のコツというのは水を飲まないということです。水を飲むとさらに辛さが増すので。美味しそうでしょ。美味しいんですよこれが。うん、あ、これうまい。あまりにも美味しいんでご飯追加します。大量という、なんか大食いみたいになってきちゃったぞ。いただきます。完食。おお、美味しかった。締めのご飯投入は必須ですね。ではまた。ごきげんよう、さよなら。名乗りを上げよう。毛利家次男、吉川元春、広島城主代城主、毛利輝元、吉本列島は全国の計り神、毛利元就、我ら秋広島武将隊。行くぞ広島。チャンネル登録よろしくお願いします。
かな。お願いします。どうもすいません。ありがとうございます。